岡田さんはすごく情がある方だなと思いますね、まあ、選手が納,納得納得というかそりゃそうだなというところに考え方がかかるというか、はい、僕も1回それこそ2007年かな9回にワンアウト三塁でサードランナーにいた,いたんですけど9回の1点差の同点のランナーでキャッチャーがちょっとジャックルしたんですよ。 飛び出したんですけど戻ったんですけどキャッチャーがまあ掘られてタッチアウトになってその試合に負けてしまったんですけど次の日スタメンで使っていただいて結果を出せなかったんですね2軍に落ちたんですけどそういうチャンスをもらって結果を出せてな,か出せてないから君はファウルですよと何も言われてないですけどそういうふうには言われてないですけどあのそういう監督